今日記者会見を開いた熊本県原爆被害者団体協議会。今月日本被団協がノーベル平和賞を受賞したことを受けて、武田義弘会長が核保有問題についての危機感について述べました。ノーベル賞をもらったからといって核がですね、今世界中に12,550発ありますけれども、これが一発も減ったわけではないんですよね。出席した被爆者はノーベル平和賞の審査に当たったのが39歳と若い委員長だったことを評価した上で、次のように訴えました。中学校や高校生、もう本当に身近に日本の未来を背負っていく人たちに知ってもらいたいです。まず知らなさすぎるの、あまりにも平和が続いて、自分の体験とかを、被爆者の話を聞いてほしい、知ってほしい。県被団協の会員およそ650人のうち592人が被爆者で、平均年齢はおよそ86歳と高齢化しています。核を知らない世代にその脅威をどう伝えていくか、熊本でも課題となっています。